週も10時40分ごろからのリブトライブのコーナーがありますけれども、絵本作家の新井由美さんが参加しています。テレビアニメーションでしたとか、絵本をよく読んでいますのでメッセージも多く届いていますけど、今日も楽しみにしていてください。続けては、ホーステイゴンさんです。